めでとうございます。リク君、勝っちまったぜ。まずは喜びの言葉で祝わせていただきますね。すでに周知のことかもしれませんが、今回の地獄で行われたデスゲーム、その最後の勝利者に与えられる何でも望みを叶えるというものは副次的なものに過ぎません。正確には何でも望みを叶えられる力を得る。そしてそんな力を可能とするのは悪魔を置いて他にはいない。つまりこの地獄で行われたゲームは、千人の生贄によって一人の悪魔を誕生させるアダバナの儀式でした。とここまでがリク君や海ちゃんたちが知った真実ですかな。確かにそれは当たっています。実際この儀式の目的の大部分はそれです。ですが実はここにもう二つほど隠された真実があります。ただの悪魔を作り出すだけなら千人もの生贄はいりません。せいぜい数十、多くて100人くらいでいいのです。ですが今回は千人という大規模の魂、さらに全員異常者という質においても限りない厳選をさせていただきました。これだけの準備を整えた儀式がたかだか普通の悪魔を作り出すためのものだと思いますか。残念、そうではないのです。今回の儀式において生まれる悪魔は、私たち地獄に君臨する7大悪魔の一人として生まれるのです。つまり正確には悪魔誕生の儀式ではなく、大悪魔誕生を続けてブルブルブルバー途中から悪魔語かなこれは大悪魔誕生の儀式だったんですよ。なるほどね。ま、そんなことリク君にとってはどうでもいい違いかもですが、実は君にも関係ない話ではないのです。なのでもうちょっとだけ私のお話に付き合ってください。そもそもの発端は、私たち七大悪魔の一人が欠番したことに始まります。その悪魔はベルフェゴールというのですが、ある日彼がいなくなったのです。そこで我ら七大悪魔の長である地獄を滑る王であらせられるルシファー様の命令が下ったのです。新たなる大悪魔を生み出せと。そして私はルシファー様よりその任務を賜り、地獄に囚われていたカインを悪魔化させるために行いました。もともと今回の儀式はカインを大悪魔として転生させるものでした。彼はルシファー様のお気に入りで、悪魔としてそばに置きたいとか。なので前にアキラ君が言っていた、ここでのゲームはカインのために始められたというのは正解なんですよ。まあ別に彼でなくても、最終的に生き残った一人の大悪魔に転生すれば悪魔側の目的は完遂です。でも私の目的は少し違う。私の目的はリク君、君を大悪魔にすることだったんだよ。なぜ俺だ。君が私の運命の人だから。言っときますけど冗談じゃないよこれ。さっき欠番になったベルフェゴールって大悪魔について少し話しましたよね。実は私その人に憧れていたんです。というよりも実は恋しちゃっていたんですよ実は彼って誰よりも悪魔らしい悪魔なんですよ。悪魔って自由奔放って言いますか、自分の欲望に正直で人間と契約するもの、するのもほとんどその悪魔の自由意志なんです。今では多くの悪魔が勝手に地獄を抜け出し、人間界で自分の気に入った人間と契約して好き放題やっています。まあそれはそれで悪魔らしいんですけど、私たち悪魔の本来の目的ってそうじゃないんですよ。私たちは人を悪の道に誘惑し、
堕落させ、そうした明確な悪を演じることで結果として人の成長を促す存在です。そうなんですか。契約だとか甘い言葉でささやくのも、いわゆる人類に対する一つの試練なのです。でも最近の悪魔はそんな本来の目的を忘れ、好き勝手に人間にまとわりついて願いを叶えたり魂を取ったりしています。そんな中、悪魔本来の役割を忘れずにそれを遂行していたのがルシファー様とベルフェゴールでした。だからこそベルフェゴールはとても悪魔らしい、悪魔らしからず最も悪魔らしい人でした。人じゃないけどな。彼が人間の魂を取るのは、それが成長の見込みのないもののみ。決して自分の主観は置かず、好みもなく、ただ黙々と与えられた任務のみをこなす大悪魔の鏡。ゲーム止まってる。捕らえた魂は罪を浄化するために煉獄へと送り、彼自身が誰かの魂を所有あるいは強奪することはありませんでした。信じられますか？私たち大悪魔ですら人間の魂に魅了されておもちゃにしたり、あるいは固執したりするのに、彼は一切の固執も執着もなかった。まるで自分の子が持たないようにあらゆるものに興味を抱かなかった。その淡々とした立ち振る舞い、ルシファー様にすらない、空虚の魅力、私はベルフェゴールに恋をしました。無論彼は私なんか眼中になしですよ。あらゆるものに興味がなく、己の任務のみを全うする、ますます惚れちゃいます。でもある日彼は変わった。それまで物としてしか見ていなかった人間に対し、彼は感情を持つようになった。そしてある日言ったのですよ。人間が羨ましいと。そんな普通の悪魔みたいなことを。人間が好きな悪魔なんて珍しくもなんともない。私もこの地獄にいる全ての悪魔もそうなんだから。私たちは人間が好きだから彼らと契約し、その魂を奪う。だから今地上には無数の悪魔が勝手な行動している。みどりちゃんも契約してましたね。それはひとえに人間が好きだから、その願いを叶えてやりたい、その人間の魂が欲しい、そんなものなんですよ。なのにベルフェゴールだけは違った。あんな大昔に神様から与えられた任務を忘れることなく淡々と処理し続けた。そこには決して自らの感情は挟まず、出さず、生み出さない、まさに私の理想の悪魔。なのに彼は人間に恋焦がれ、人間へと転生してしまった。どうやったかは私には分かりませんけれど、人間に転生した彼は、彼を私はひたすらに追い続けました、追い求め続けましたよ。と地上でそれらしい人間と契約したり、世界中のあらゆる人間を探し続けたけれど、その甲斐あって私はようやくそういうことだったのか。はい、リク君、あなたを見つけられた。もう気づいてくれたよね、リク。その名前のまたはベルフェゴール。リク、ベルフェゴール。やっぱりそうだったんですね。もっと大役もらってよ、リク君。はい、ちょっと鼻かんでいいですか。はい、もう木はハゲ山になったのに何が待ってるんだってぐらい鼻水が最近止まらない。寒いからですね、単純に。はい、ということでベルフェゴールリクでしたよ。俺が元悪魔だと。自分でも薄々気づいてたんじゃないですか。
生まれながらにそれほど感情が、気薄、それを発露するのが怠惰だから周りの普通に合わせようとする。それもそのはず、あなたは元悪魔、人間と同じ価値観は理解できなかったんですよ。そう、今回の儀式はあなたを再び大悪魔として転生させ、私の元に戻すこと。ルシファー様も知らない私の真の目的。ああ、ベルフェゴール、ようやくあなたを取り戻せる日が来たわ。愛してる、愛してるわ、ベルフェゴール。人間の魂なんてもういらない、すべてを放り投げてでも私はあなたが欲しい。さあ、今こそ千人の魂を統合させ、あなたを大悪魔として復活させる。そうなればあなたは以前の人格を戻り、人格に戻り、ここでの人間同士の約束など忘れ、悪魔としてふさわしい仕事に戻る。悪魔となってもその人格さえ維持できれば、願いでみんなを戻すとか言ってみたり、言っていたみたいだけど残念でした。リク君に限りそれは不可能。なぜならあなたの元は大悪魔、そちらに戻ってしまえば人間としての情も記憶も元の魂に塗りつぶされるから。抗うことは絶対に不可能。これで大悪魔誕生の儀式と私の愛しい人両方が手に入る。怠惰を司る大悪魔ベルフェゴール、いつもの怠惰な眼差しで私を見つめて。カイさん、残念だがお前のその目的はとんざだ。なぜなら俺が大悪魔になるんだからな。あ、カイ、なんであんたが。お、もしかして気づいてなかったのか。あの決勝戦前でリクはリーダーを降りていた。新たに俺をリーダーとしてその座を譲っていたんだよ。願いを叶えられるのは勝ち残ったチームのリーダー、つまりそいつが悪魔になるってことだ。初めてリクに会った時から何か違和感を感じていた。だからこそ俺はあいつの仲間になり探りを入れていた。正体こそつかめなかったが、奴が勝ち残ったらヤバいって気配だけは探り当てた。しかしそれが元大悪魔だったとはな。確かにそれなら奴が勝ち残れば人間としての人格や記憶は全て塗りつぶされる。とことんあだばなな結末になるところだったぜ。ふざけるなよカイン、ふざけんなよ。カウンター食らうぞレビタン。てめえ、ルシファー様のお気に入りだかなんだか知らないが、何いい気になって勝ち残ってやがる。そんな真似認めるわけねえだろ。ならてめえの中にいるリク君を引きずり出し、彼に全ての魂を統合させてやる。おいおい、悪魔唯一の取り柄である公平さをここに来てぶん投げるかよ。はあ、そんなもの知るかよ。私はただベルフェゴールさえ戻ればそれでいい。この地獄でのゲーム茶番は全てそのため、誰が生き残ろうと私は彼を大悪魔にする気だったんだから。そうだ、ここに集められた人間全て彼に捧げるための生贄なのよ。なるほど、そういうことか。お前の人間に対する最も強い感情、それこそが嫉妬か。ベルフェゴールという悪魔が人間に憧れ、人間に転生したためにお前は彼氏を奪われた彼女のように嫉妬に狂ってたのか。なるほどな。それを考えればこの地獄での趣味の悪いゲームの数々も納得だ。ま、嫉妬も愛情がなければ生まれない感情だ、歪みだが、お前もまた人間に対し愛を持ち合わせた悪魔ってことか。
知ったようなこと言ってるんじゃねえ。死ね、さっさと死ねよこの人間。お前こそ何か忘れてないか。嫉妬を司る大悪魔レビアだ。俺が誰なのか。はあ、何よ。そう、俺はカイン。この世で最初に殺人という罪を犯した罪人。そして神は俺に他者から絶対に殺されない呪いをかけた。それは悪魔であろうと俺を殺すことは不可能。つまり俺がリーダーとして勝ち残った時点でお前の目的は積んでたんだよレビアタン。そんな。おっと、話している間に統合が進んだようだな。確かに魂が内側から変わっていくようだ。これなら何でも望みを叶えられそうだ。それじゃあ早速最初の目的を果たすとするか。よせ、やめろ、やめろ。おいおい、痛えだろうが、やめろっつうの。ったく、女の嫉妬は怖いぜ。それじゃあ、ま、最初の願いだ。この地獄に囚われた千人の魂、彼らを正しい地上、正しき命として。やめて、やめて、私のベルベゴールを奪わないで。生還させよ。ちゃんといいやつではあった会員さん。ごめんね、いろいろ疑ったりしてと。あ、日常に戻ってきた。日常に戻ってきたよ、みんな生き返ってる。信じも。あよ。ってあれ、珍しい人がいるな。関先輩。あ、シンジ君、おはよう。おはよう、シンジ君。やあ、おはよう、シンジ君。お邪魔してるよ。なんで関先輩がこんなところにいるんです？先日、海が落としたストラップを渡しに来てね。わざわざごめんなさい先輩。でもなくしたと思ってたから見つけてくれて嬉しかったです。ありがとうございます。どういたしまして。喉が瀕死。そのストラップ大事なものなのかい？え、リク戻ってないんですけど。これ多分、はい、誰からもらったのか忘れちゃったんだけど、とても大事なものです。おいおい、大事なものなんだろ。誰からもらったとか忘れるなよ。そんなこと言われてもなぜだか思い出せなくて。実は私も思い出せないことがあるの。ここ数日なぜだか記憶が曖昧で、それだけならいいんだけど、何か私たちの周りで誰かがいなくなっているような、そんな気がするの。おいおい、お前まで何奇妙なこと言ってんだよ。実は俺も少し前からそんな気がしてな。誰かが、何かが足りないような気がするんだ。シンジ君はそういう感じはしないのかい？確かにずっと一緒にいたダチをなくしたような、そんな気分は少しあります。おしゃならしみだったもん。みんな一緒だね。だけどなんでだろうね。寂しい気持ちと同時に、今私たちがここに、こうしてここにいるのがすごく嬉しい。誰かに感謝をしたい気持ちなの。こんなこと言うと電波とか変な子って思われるかな。いや、俺も同じ気持ちだよ海。俺たちがこうしてここにいる、そのことに対し誰かに感謝を述べたい、そんな気持ちが確かにある。私も誰かにお礼を言わなくちゃいけない、そして謝らなくちゃいけない、そんな気持ちが心の奥に残っているの。
ねえ、ねえ、私の最愛のさ、ソラくんもいなくない？ねえ。え、なんで？なんで？な、電波な気持ちに同意するのは尺だけどよ。正直俺も同じ気持ちだ。うん、わからないけれど、私たちは感謝しないといけないよね。名前も誰なのかも思い出せないけれど、けど、今私たちがこうして笑い合える、そんな日常を与えてくれた誰かに。私たちはこれからも感謝して生きないと。生きていかないと。読み間違い多すぎて。ね、ソラくんいない、ソラくんもいないんですけど。どういうことでしょうかね。待って、終わってしまったよ。リクくんがね、戻ってこないのは、まあなんかレビタンが何とかして魂をね、縛りつけてる可能性はあるかもしれませんが、ソラキュンがいないのがちょっとおかしいよ。どういうことなんですかね。ねえねえ、続編とかあるのかな。それでリクくんとソラくんの魂解放とかそういう感じなのかな。リクソラいねえぞ、おい。いや、リクくんはわかるけど、ソラくんいねえぞ、おかしいぞ。もうね、マイエンジェル、ソラキュンがいないと私がとても悲しいでございます。おっと、続いてるっていうところで終わっときましょうかね。はい、ご視聴、いや、もうすぐ終わるかな。ちょっと見てみるか。それね、あれか。まだ私に何か用なんですか、カイン。目論み通り、あなたは大悪魔になったんですから、それであなたの計画は終わりでしょう。ちょっとなんかカインさん、大悪魔になったらなんか病弱感がさらに進んでねえか、大丈夫か。真っ白でクマも激しくて。はい。いや、まさか。これは目的のための手段に過ぎないさ。あ、そうだね、言ってたね。人類すべての救済よってな。俺はリクたちには告げていた俺の真の目的を。それこそ人類の救済だ。はあ、君バカなんじゃないの。人類の救済とかそんなのどうやるっての。それともこのゲームのラスボスみたいに違う、それともゲームのラスボスみたいに滅びこそ救済みたいなことでも言い出すの。お前こそアホか。なんで俺が愛しい弟や妹を殺さないといけないんだ。俺が言う人類の救済ってのは単純なものだ。てめえら悪魔から全人類を解放させる、それが俺の掲げた救済だ。待って、みどりくん消さないでください。みどり、まあ見ていこう。はあ、君何言ってんの。てめえら悪魔は人類の成長のため、そのアンチテーゼとして人間の人間を人類を悪の道に誘惑しているらしいな。だが今の地獄においてその悪魔の任務を全うしているやつがどれだけいる。ほとんどの悪魔が自分たちの、何、凶楽？あるいは感情のままに人間と契約し、無意にその魂を取り、むさぼり独占する。そんなもので人間の魂が本当に行為の次元に成長できるのか？んなわけねえだろ。てめえらのやっていることは、ただの魂の阻害だ。今この地獄にいる悪魔が抱える魂、それをすべて解放してもらおうか。ソラ君の魂もな。その上でここに契約させてもらう。今後二度と人間の魂を契約で奪い独占しないとな。はあ、ふざけんなカイン。てめえ何様のつもりだ。いくら七大悪魔の一人になったからって地獄にいるすべての悪魔の行動を制限するつもりか。私たち悪魔にとって人間の魂とは宝石。触れるだけでも愛おしく、所有することは愛。それを何勝手に禁じようとしてんだ。
てめえ一人の独断で全悪魔の行動を制限できると思いやがるなよ。いや、可能だろ。てめえら七大悪魔すべてを屈服させれば、地獄にいる悪魔は従うしかない。あんたまさかそのための手段として大悪魔の地位に。大悪魔を潰すには同じ大悪魔の力がなければ話にはならねえからな。なるほどね。面白いではないか。誰？